メンドのエアサス車高調に関して他のメーカーに絶対負けないという売りのポイントが知りたい。名前の通りプロダンパーになってるんですけど、ダンパーの中身で80S80Kピストンがあるんですけど、このピストンが伸び側と縮み側、そこが完全オリジナルで、縮んだ後にこう跳ねようとするときに8倍の力をギュッと押さえてくれる減衰力っていうのがそのピストンですね。で、一般的にシムとかでオイルの穴を塞いだりして減衰力を変えたりするんですけど、それだとそのシムっていうのが壊れちゃうんですよ。反っちゃったりするんで、うちはこう削り出しのピストンでそういう特性にしてるので、減衰が壊れてくるとか変化するっていうこともないし、そこがここにも欠ける。積載車に田中さんのところのエアサスを組んだ車を乗せて走るじゃないですか、はい、そうすると積載車って結構揺れるんですよ、はい、その時に揺れてる車がパッって止まるんですよ、はい、これが面白くて駅舎の上の揺れを見るってすごいですか。プロダンパーについての質問なんですけど、はい、80S と 80K の違いって何ですか。ああ、それはもう適当に詳しいんです。例えばじゃあマイルドな乗り心地がいいか硬めな乗り心地がいいかでまず決めていきますよね。はい。でマイルドがいいってなったらもう迷わず 80S です。で硬めがいいって言ったらもうもちろん 80K です。あとは車高調でもうとてつもなく低く走ってる。で、あんまりこうストロークしてほしくない。そういう時はもう硬い方がいいんで 80K になります。ちなみに何の車ですか。119系のクラウンです。あ、ウィッシュボーンですね。ウィッシュボーンです。ウィッシュボーンで車高調ですか。エアサスです。エアサスだったら 80S ですね。です。エアサスかストラット車は 80S。僕の中で。車高調のウィッシュボーンは 80K っていうのが基本になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。車に、ひも寝がしてるショップの方から勧められて、80S を言ってるんですけど、すごい乗り心地がいいって。で、なんでそんなに乗り心地がいいのかなと思って。サンマルハリアーで見ると、結構難しい車なんですよ、はい、特に白ショックがまっすぐ立ちやすくなっちゃって車高を取るとこう綺麗に動かない角度になっちゃう車なんですけど、その車高とプラスアームで綺麗に動く角度とセッティングされてるのかなと思うんですよ、はい、でそこで80Sっていう味がこう引き出せる出るのかなっていう、まあ、そういう気持ちだと思ったんですけど、お三方に伺いたいんですけど、どんな時をしている時がやっぱ車好きだなっていう瞬間ですか。アーム組んでる時だな。でも時間も忘れて夢中になって、そこをうまくいった時にやっぱアーム組むの好きなんだなみたいな。つけてる時が好きなのか、つけてからのセッティングが好きなのか。調整です、調整です。セッティングですよね。調整です。何を求めてる。ボール、ボール。クロマーでより一方が動かないようにっていうのがこうですね。ヘルタに、その、しかも、その、大きい範囲で、短い範囲でと動かさないのは、まあ、ね、簡単じゃないですか。それを大きい範囲でどんだけと動かないようにできるかっていうのが課題なんで。精度のいいヘルタリングを目指す。はい。で、一番、夢中になっちゃうと。そうです、そうです。なるほど。社長は、何かありますか。まあ、僕も昔は、それ、そういう、ヒット作業してた時は、やっぱここに夢中になりました。今は、初めて、できたこの LM とかクラウンの、シャコタンキャンバーを、よく走らせて、写真を撮ったりとか、一発目、産む時が、すごい楽しい。今、エゾボックスを乗ってるんですけど、フットインメディさんで軽自動車って入れてもらうこと可能なんですか。それはもちろんなんでも、はい、もうやらせていただきます。じゃんけんぽん、チョキ、グーが勝ち、グーが勝ち。もう次使ってもらって。
長らくお待たせしましたマスターズカップですね、表彰式、こちらの方を行っていきたいと思います。2024年マスターズカップの全体総合優勝、エントリー番号7番の方、エントリー番号7番の方、車の移動お願いします。兵庫県から来ました、 BB に乗ってる高岡雄介と言います。もともと長距離遠征走るのが好きで、まあ、今回片道800キロで、まあ、走りごたえもあるなっていうので決意もしたんですけど、主催の高田さんが何回かマスターズカップ開催されてますけど、以前参加した際もすごく楽しかったので、シンプルにまた行きたいなと思ったので参加、はい、決意しました。10年以上こういうドレコンに参加してきまして、僕の持っている考えとしては、しっかり車を作っているのが上に行くのがもうベストというふうに考えてます。で、まあ、BB は特にセダンと比較すると車格がとても勝てるものではないんですけど、ただイベントの参加本数だったり走った距離だったり、まあ、やってきた内容、スペックは自分次第で変えれるなっていうふうに思うので、せめてそこだけは負けないように一生懸命車を作って、自分が上に上がった時に、なんであいつが、なんであの車が上なんやって言われないようにやることが大事だと思ってるんで、はい、これからもその考え方に基づいて頑張っていきたいと思います。私3年連続できたんですけど、初めてあのトークショーに参加したんですよ。去年もトークショーされてたんですけど、私撮影に回ってて行ってなくて、抽選券とか配ったりとかしててバタバタしてて見れてもなくて、あ、やってらっしゃるなと思いつつ自分のことにすごい頑張ってたんですけど、今年はそのトークショー参加させてもらって、ああいうのなんかドレスアップ系というかカスタム系ではあんまりないし、あのレースは結構あるんですよ。レーサーさんに質問してみました、監督に質問してみました、こうみんなで質問してみましたとか結構あるんですけど、あのカスタム業界では見ないので、今回初めて一緒にその間に入って伝える側として参加させてもらって、あ、めっちゃいいなと思って、みんなの手は挙げないんですけど、名指しでじゃあどうぞって言われたら上がってきて、すごい、あ、確かにって思う、質問してくれるんですよ。でそれすごい初めて体感したので、今年 TD メントさんがそこまでしてくれるイベントも他では私は知らないし、他のイベントで違う方だったとしてもこうやって交流できる場面ってあんまりイベントでもないと思うので、それを作ってもらえてるのを見たときに、あのすごいいいなと思って、また一つ勉強になった1年になりました。まあ、今回のトークショーというか質問に対して回答するっていう、去年もやったんですけど、まあ、去年はどっちかというと僕だけが喋ってる感じだったんですよ。愛ちゃんもいなかったし、まあ、根岸くんも一応いたけどあんまりなかった。で今回は、まあ、その質問に対して、まあ、振ったり間でこういう風になったんで、まあ、前回に比べてすごい質がいいというか、まあ、すごいいい感じで、なかなか知らないことも喋ってたんで、なんかすごい良かったかなって。あとはそのやっぱステージの上に上がって話するって恥ずかしいじゃないですか。だからなかなか挙手できないけど、まあ、それをその公式の YouTube に載るっていうのも一つだし、景品が当たるっていう、まあ、それ目的なのかもしれないし、わかんないけど、こう頑張って上がって話をしてるっていう、まあ、それもなんかこう毎年毎年コツ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 やっていけば、ユーザーのことも知れるし、興味持てるし、この子どういう車なのかなとか、どういうこと思ってるのかなとか、なんかそういうところがやっぱ人間味っていうとこですかね。まあ、他のイベントにはないような感じで、すごくいいなって感じですね。先行形とドレコンの違い。
まあ、僕的に。いや、まあ、ドレコンっていうのがどんなんかってあんま経験積んでないんで、まあ、よく分かってないんですけど、まあ、これがドレコンだとすれば、人間味があるっていうか、なんか単発でポンと出るっていうよりも、今までこう、歴史があるんだろうな、みたいな。いろんなこう、イベントを積んできて、ドレスアップをこう、リメイクしていって、だんだん自分の味っていうのがこう、分かってきて、長年こう、人との交流とかも深めていって、最終的にトロフィーをもらえてるんだろうなっていう。ただ車がかっこよければいいとか、お金かければいいとか、多分そういうもんじゃないんだろうなっていう感覚は見えます。人間味がすごいこう、成長する場なのかなっていう感じがします。ブースでお客さんが一人来られて、そのお客さんが言ってたんですけど、新型クラウンのオーナーさんですかって聞かれて、あ、会社で持ってきて自走できましたって言ったら、セブンイレブンにいましたよねって言われて、でなんかイベントあるんかな、あの車かっこいいみたいで、近くのイベント調べたら今日ここでイベントあるからこれかなと思ってかけてきたみたいな感じで言ってて、そしたらクラウン見れて最高でしたっていう、そういう車追っかけのお客さんもいるんやなってすごい今日は感動しました。まあ、今回、そうですね、まあ、久しぶり地元福島での開催っていうのと、まあ、新潟から、福島の方に移動しての開催ということで、まあ、そうですね、まあ、慣れない場所でも、やっぱその地元の昔の仲間とか、もう車を降りてしまった人とかいっぱい来てくれて、なんかこうあったかい感じがすごく懐かしくて嬉しい感じで、自分もなんか楽しめたイベントになったような気がしますね。多分ドレコンでああいうトークショーっていうのが今までなかったと思うんですよ。でそれをやっぱYouTube ですかね、 YouTube とか見てみんな興味を持って、あ、そういうことも聞いていいんだ、気軽になんか前回よりなんかみんな参加できたのかなって思います。昨年 TD メイドさん、田中社長含めみんな来てもらって、まあすごく勉強になるイベントで、まあそうですね、来場者のみんなもなんか TD メイドさん来てくれたっていうのがすごい嬉しかったんですけど、まあ今年もまた2年連続で TD メイドさん誘っていいのかな、来てくれるのかな、なんか申し訳ないなっていうすごい気持ちが強かったんですよ。来てほしいなっていう気持ちは強かったんですけど、その時に田中さんの方からお声かけがあって、まあ、嬉しかったですよね。また今年も来てくれるっていうことがやっぱり自分的にはすごく嬉しくて、また来年もぜひ田中さんには来て いただければと思います。いけてます？はい、チーズ。